西武501系電車。西武501系電車。西武501系電車は、かつて西武鉄道に在籍した通勤系電車。西武鉄道において、501系を称した車両は、過去に系列存在するが、本校では初代に相当する戦後初の新型車両である17メートル級半構成車体の初期車、およびその増備車である20メートル級前。 厚生車体の後者について扱う。趣味市場などにおいては、前車及び、前車、後車が混在していた、時期の本系列を501系、初代、後年の編成外によって20メートル車で統一、再編されて、以降の本系列を501系、2台と、それぞれ区分して扱う場合もある。戦後、日本国有鉄道、国鉄より譲り受けた、 東急木造車や潜在国電の交代化車両、復旧車両、雲波311系、区波三3 1 1系、区波四4 1 1系の大量導入によって、復興機の輸送力増強に充当していた武鉄道であったが、それらが一段落した1953年、昭和28年頃より、自社独自設計の車両の申請が計画された。こうして、戦後の西部鉄道すなわち、 武蔵野鉄道、旧西武鉄道が合併して誕生した、新西武鉄道発の新型車両として、翌1954年、昭和29年7月に第一編成が、復興者所沢車両工場、後の西武所沢車両工場で落成したのが、本系列である。なお、竣工当時本系列は、西武車内において、ユネスコ電車の愛称で呼ばれたものの、 一般には浸透せず車内でもいつしか仕事なった。本系列はモハ501系、サハ1501系、サハ1501系モハ501型からなる4連で編成され、519編成までの初期落成分では、編成両端の電動車、モハが17メートル級車体、中間付随車、サハが20メートル級車体と車体長が不揃いで、あったが、1957年、 昭和32年に落成した521編成以降では、電動車、中間付随車ともに20メートル車体で統一され、全構成車体に設計変更されて落成した。後年501から519編成も20メートル車体で統一されることとなるが、詳細は後述する。1954年。 昭和29年7月から1956年、昭和31年9月にかけて申請された、もは501から520、初代左派1501の1520が初期者グループに、1957年、昭和32年8月から1959年、昭和34年7月かけて申請された、もは501から520、二代521から530、 サハ1521-1530が、後期車グループにそれぞれ属する。なお、モハ501から506、初代サハ1501.1502-1507から1520は、木造車、国鉄より払い下げを受けた、モハ1系統の交代化名義、モハ501から504、2台は、従来車の車体大型化改造名義でそれぞれ申請されている。 前述のように電動車、モハが17メートル級車体、中間付随車、サハが20メートル級車体と車体長こそことなっているものの、いずれも屋根板及び内装部分が木造とされた片側3、扉構造の反抗性車体である。モハ,ハモハは311型と、サハ枠ハ1411型とそれぞれ外観上の類似点を多く有するが、窓上下の補強体、 ウィンドーシルヘッダーが内部に埋め込まれて、ノーシルノーヘッダー構造となった子が主な相違点である。模ハの全面形状は、当時の流行を取り入れる形で、国鉄八重軽電車に橋を発する湘南型デザインが採用された。すなわち、全面を中央中央部で折り曲げて、後代角を設け、左右2枚の全面窓と、 中央上部に埋め込み式前小灯を備えるもので各社に多数存在した湘南型のアリューデザインを採用した車両の中でも本系列のそれは比較的オリジナルに忠実な設計とされている。ただし標識灯が露出型の引っ掛け式とされた点やオリジナルデザインでは全面向かって左側窓上に存在する運行番号表示窓に 相当する設備がない点が異なる印象を与えていた。また、全面層下中央部には、行き先種別表示板受けが設置されている。この全面形状は、全面窓を、連続窓風に改めた5 5 1系全面行き先表示幕設置に伴い全消灯を、用部に移設し、胴部分に、ステンレス製の飾り板を設けた7 0 1系といった、具合に、 後継形式にもアレンジを加えつつと受け継がれ、1984年、昭和59年から1987年、昭和62年にかけて申請された3000系まで、実に30年以上にわたって、西部の通勤系車両の標準仕様であり続けた。客用扉は 1100mm 幅の型回避で、扉窓が H ゴム固定とされたプレス扉である。窓は、 構成冊しの2段上昇窓で、戸袋窓は開閉可能窓に合わせた2段窓形状である。窓配置は模派が D1D4D4D2、D 乗務員扉、D 客用扉、左ハが 2D5D5D2 と、車体長の際から左ハは扉間の窓が1枚ずつ多いほか、各部吹き寄せ寸法も両者で異なる。連結面は、 キリズマ構造で 800mm 幅の貫通路と貫通扉を有する。ベンチレーターはガーランド型を採用し、モハは5個、サハは7個搭載する。また、車内換気装置としてファンデリアが設置されたことからファンデリア直上のベンチレーター1両あたり2個は大型の特殊形状のものとされている。車内は ロングシート仕様で床面及び壁面は木製である。内装は壁面がピンク系塗装を塗りつぶし、シートモケットはシンク色と当時の国鉄の特別二等車、特路と同様のカラースキームを採用し、運用開始当初は特別料金を必要とする車両と勘違いされたというエピソードが残る。また、車内放送装置と蛍光灯照明を西部の車両として、 初めて採用し、前述のように、車内換気装置として、ファンデリアを1両あたり2機搭載した。501から509編成、初代は、同一形態で申請されたが、1956年、昭和31年に増備された511編成、初代より屋根を呼び、雨どいが構成化され、屋根の仕上げも、キャンバス張りからビニール張りに変された。 構成雨どいは木製のものに比べて上下寸法が細く設置位置も若干低くされたことと相まって従来車とは異なる印象を与えるものであった。1957年昭和32年に増備された521編成よりもはも20メートル級車体となり編成される左派1521以降ともども全構成車体に 設計変更された。同時に床面高さが 1160mm と、初期車グループよりも 40mm 低くされたほか、屋根部局面の断面形状も異なっており、初期車グループと比較すると屋根が薄く平たくなった印象を受ける。屋根の仕上げは模五511、初代サハ1511以降同様ビニール張りである。ベンチレーターは、初期車グループ同様ガーランド型を搭載し、 ファンデリア直上のベンチレーター、1両あたり2個が型の特殊形状のものとされていることも初期車グループに準じている。客用扉は 1100mm 幅の型回避であるが、初期車グループと異なりプレス模様のない扉を装備する。側窓は初期車グループ同様二段上昇窓ながら、窓枠がアルミ差し化されたほか、上下段の窓開口部比率が1、1に改められ、 トブクロ窓も H ゴム固定の一枚窓となった。窓配置は模範が20メートル級車体となったことに、伴い D1D5D5D2D 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 乗務員扉 D 客用扉と変化し、左派は初期車グループと同様である。また、連結面岩通路が1200ミ、mm、リメートル幅の広幅貫通路となり、貫通扉は廃止された。車内は、 床がグレーのロンリウムバリとなり、壁面は初期車グループ同様ピンク系塗装を塗りつぶしながら、壁材が後半に変更されている。その他、シートモケット色や手すり、網棚形状等は初期車グループの使用を踏襲している。当時の流行や最先端の技術を惜しみなく投入した車体周りとは対照的に主要機器は国鉄からの払い下げ品で占められた。 もっとも、それら払い下げ品や自社ストック品の中でも、比較的高級品を別して搭載しており、新型車両としての掲載は一応整えられている。主電動機は、鉄道省正式の MT30 を搭載する。これは当時西部が保有した主電動機では、最も高出力のものであり、本系列の申請に際しては、自社ストック品のほか、 もは311型に搭載されていたものを転用するなどして所要数を確保している。制御機はこちらも国鉄正式の電空カム軸式 CS5 を搭載し、堺地接触機 CS9 との組み合わせで弱めかい、自制御を行う。弱めかい自制御を取り入れたのは西部では本系列が初のことであり、MT30 主電動機の高出力と、 相まって、最晩年まで本系列が、後継のカルダン駆動車各系列に越して、第一線で運用され続けた要因ともなった。制動装置は、A 弁を使用した AMA、ATA 自動空気ブレーキで、車体側に1両あたり1機搭載された、ブレーキシリンダーを介して、前後台車の K4 軸の制動を動作させる、古典的なブレーキワークが採用された。 高年長大編成下に対応して、電磁弁を追加し、甘え、あたえ電磁自動空気ブレーキに改良された。台車はモハ501から510、初代がモハ251系、初代より転用した、梅鉢車両、後の帝国車両工業製ペンシルバニア型、ペデスタル式台車 TR25A、モハ511から516、初代が鉄道省正式 TR25、 もは517から520、初代が鉄道省正式釣り合い両式台車 TR22 をそれぞれ装備する。左派は全車 TR11 系台車を装備した。一部台車はコロ軸受け、ローラーベアリング仕様であったものの、大半は平ら軸受け、friend, cía, プレーンベアリング仕様のままとされたが、後年の改造によって全台車コロ軸受け化されている。なお、初期車グループでは、 電動空気圧縮機及び電動発電機といった補機類ももはへ集中搭載したため、電気的にはモハのみの単独走行も可能な仕様となっていた。後期車グループも主要機器の仕様は同一であったが、モハの台車が全車 TR22 で統一された点が異なる。サハは初期車グループ同様、全車 TR11 系を装備した。また、 CP 及び MG が左派へ搭載されて、自長の均等化を図ったため、初期車グループとは異なり模ハ単独での走行は不可能となった。前述のように501から519編成は模ハが17メートル級車体であったことから、これを521編成以降と、同様20メートル級車体の模ハを申請して置き換えることとなり、1958年、 昭和33年8月よりもは501から522台が順次申請されて編成外が行われた。大体申請された20両の電動車は、後期車であるもは521から530と、ほぼ同一仕様とされたが、屋根がビニール張りから塗装仕上げに変更されて外観に差異が生じたほか、使用機器を初代から流用した関係で一部の車両は、 台車が異なる。また、これら代替申請された電動車に組み込まれることとなったサハ1501-1520は半構成車であり、床面高さが全構成車と異なっていたことから、編成外に際して連結面岩通路の広幅化のほか、貫通路高さの調整を施行している。加えて、百二十一の1五百三十同様に CP よび MG が、 新たに搭載され、仕様の統一が図られた。こうして、本系列は20メートル車で統一されたが、初期車と後期車では、車体断面形状や床面高さ、側面窓形状等に異を有することから、根結編成の501から520編成と、後期車のみで編成された521から530編成を比較すると、編成日という観点では、 全車は一段見劣りするものであった。また、冒頭で述べた通り20メートル車で統一されて、以降の本系列は501系、2台とも称される。なお、連結相手のサハと主要機器、シャバンをモハ501から520、2台に提供した、モハ501から520、初代は、モハ311系等から捻出した、MT15 系主伝動機及び、 CS5 制御機を搭載しても、派411系、初代11から420と解消、解板された。モハ411系、初代と解消、解板されて、以降のモハ501から520、初代の動向については、西部351系電車項目を参照されたい。西部では1959年、昭和34年2月より、 401系、初代、モハ401.2402において、TR25 台車の枕羽根を空気羽根に改造した試作台車の実用試験を実施し、その実績を反映する形で本系列のモハが装備する TR25.25A 台車の空気羽根化改造が1961年、昭和36年から開始された。改造内容は、 tr25.25a 台車に装備されている枕羽根、四連板羽根を撤去し、当該部分にベローズ式空気羽根を設置するもので、同時にボルスターンカーも新設された。なお、この台車改造に際しては模ハの一部で台車の振り替えが実施され、さらに予備品の dt13 に同様の改造を施行して装備したものや、401k 初代の廃車に伴って発生した台車を流用した、ももあり、最終的に各社の装備する台車は、以下の通りとなった。これら台車改造は、乗り心地の大幅な改善に寄与し、401系、初代を例外とすれば、1967年、昭和42年から申請された801系の登場まで、唯一の空気バネ台車を装備した車両であった。また、 空気バネ台車を装備した車両は、側面中央部の都平表示等直下に空気バネ故障知らせ等が追加され、外観上の特徴となっていた。1960年代は高度経済成長に伴うラッシュ時の爆発的な利用客増加対策に、鉄道会社各社は追われていたが、西部もまたその例外ではなかった。前述のように、本系列系列と比較して、 高速性能に余裕を有していたことに着目した、西部は、性能的余裕を活用する形で本系列に、新たに、サハ二両を組み込み、より安価に輸送力増強を図ることを計画した。こうして九百六十二年、昭和三十七年に申請されたのが、サハ百五十一系五百六十三の千五百七十二であり、これらを五百二十一から五百三十編成に、 各2両ずつ組み込んで、後の趣味指導において、伝説と称された 2M4T 編成が5、編成誕生した。都市部の高密度ダイヤで運行される、高速鉄道における m t 1 2の編成は当時としては非常に得意な例であった。しかし、実際に運用を開始すると編成出力が著しく低下したことによる加速性能。 特に軌道加速の劣化が到底感化し得ない程度のものであるということが明らかとなった。肝心のラッシュ時の運用においては遅延の要因となって乗務員から不評を買う結果となり、結局1968年、昭和43年に編成を解消し、521から530編成は本系列のみの4連に戻されている。なお、 編成を解除された後の六十1563-1572は、半数が電動車化され、新たに551系の中間車として転用された。1964年、昭和39年1月に制御電動車の、形式記号がモハから雲ハへ、一斉変更されたことを受け、本系列の制御電動車も雲ハ501から530、と解消された。 その後、初期者グループに属する左派1501-1510の屋根周りを中心とした木部の老朽化が著しくなったことから、1969年、昭和44年から修繕工事が施行された。後に、対象は本系列前車に及び、工事内容は以下の通りである。その他、車内送風機の扇風機か、 戦闘車前面窓内側に行き先表示幕の新設、ATS の整備及び列車無線の搭載等が実施されたが、全消灯のシールドビーム化は本系列に対しては施行されなかった。前述のように各部に手を入れられつつ、本系列は第一線で運用され続けた。主電動機出力の余裕を生かし、西部秩父線開業以後は休日のハイキング休行。 現在の快速急行の全身運用にも数多く、当たりされた実績を持つ。しかし、101系の大量増備に伴って従来、車の代替が進行すると、比較的車齢の高い本系列も、修繕工事施向から日が浅かったにもかかわらず、同系列による代替対象となった。311系及び371系の到達が完了した後、 かつて同一形式であった351系、もともは501から520初代と同時進行で到達が開始された。伊豆箱根鉄道へ対応されるため1975年、昭和50年2月に529編成が運用離脱したことを皮切りに順次廃車が進行し、1980年、昭和55年3月限りで全車運用を離脱、形式消滅した。 廃車後、本系列60両中、計31両が、地方施設へ譲渡された。編成単位で譲渡されたものは、いずれも3両編成に、短縮した上で、譲渡されており、譲渡に際して、中間左派の差し替えを行った編成も存在する。しかし、車令が35年を経過した1980年代後半以降は、譲渡先でも、大体廃車が、相次ぎ、2010年、 平成22年9月時点で現存する車両は、大井川鉄道、現大井川鉄道へ譲渡され、客車化改造を施行された初期車グループの左派2両、のみであり、先頭車及び後期車グループの左派についてはすでに、全車廃車解体されて現存するものはない。なお、本系列の解体発生品である、空気バネ会社及び、MT30 主電動機は、 本系列の TR22 台車を装備した車両の譲渡に際して振り替えに用いられたほか、451系の上新、電鉄向け譲渡車両にも転用された。1979年、昭和54年から1981年、昭和56年にかけて、総武流山電鉄、現、 中鉄へ509.511、515.523の各編成が順次譲渡された。509.511編成は、偶数左派を、523編成は、奇数左派をそれぞれ編成より外し、515編成は、西部在籍当時に編成を組んだ、左派2両が口述のように他社へ譲渡されたため、527編成から左派1527を組み込み形で、3両、 編成化された上で譲渡されている。また、雲二523.524は譲渡に際して台車を空気バネ台車に交換している。譲渡された4編成は1編成ごとに異なる塗装と、相性を与えられ、同車総部流山線の主力車両として運用されたが、老朽化に伴って1995年、平成7年から1999年、 平成11年にかけて全車廃車取った。伊豆箱根鉄道への入線は、前日1975年、昭和50年2月の529編成が最初であるが、これは事故に伴う車両不足解消名目の対応であった。その後1977年、昭和52年に521編成、1979年、 昭和54年に527編成がそれぞれ譲渡され、1975年、昭和50年10月に正式譲渡された529編成と合わせて3編成が、同社寸図線へ入線した。導入に際しては521.529編成は4両編成のまま入線して、左派線522.1530を編成から、外し、527編成は、 先頭車のみが譲渡されて、左派百5 2 2億見込む形で、それぞれ3両編成化されている。入線後は、台車の交換、DT-17 もしくは、DT-20、空気ブレーキの電気指令化、HRD-1 かなど手を加えられつつ、運用されたが、比例防止車であることがネックとなり、1987年、昭和62年から1990年、 平成2年にかけて全車廃車となった。なお、サハ1530は、同車従来車も、波52.53の中間車として運用された後、編成相手の廃車に伴って1982年、昭和57年月に廃車解体されている。1979年、昭和53年に、サハ1515.1516の2両が、 大井川鉄道へ譲渡された。同二両は客車へ改造され、佐波線5 1 6は小出し機客車、ナロろ80系へ、佐波1515は展望客車、推定82系それぞれ大造を受けて竣行した。2010年、平成22年9月現在、本系列で唯一車席を有する現役車両であるものの、前述のように、 大改造が施行されているため原型はほとんど残っていない。三義鉄道には505編成が1977年、昭和52年に上とされた。上渡に際しては、左派1506を編成から外して3両、編成化されたほか、主電動機を MT15 系に、電動車の台車を TR14A にそれぞれ交換した上で入線している。その後、 左派1505が、木部の著しい老朽化が原因で1980年、昭和55年3月に廃車となったため、サ五1523を譲渡し、左派1505、2台とした。1980年、昭和55年8月には525編成が、サ五1526を外した3両編成で、譲渡された。主伝同期及び、 台車の交換が施行されたのは505編成と同様であるが、こちらは上渡時に全小灯のシールドビーム二等化が施行された点が異なる。その後、冷房車の増備に伴って1990年、平成2年に505編成が、1995年、平成7年8月には525編成がそれぞれ廃車となり、形式消滅した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。